3年ぶり2度目の出場となりまして、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあやっぱり勝ち星だと思います。頑張ってきてよかったなと思います。はい、いやそんなないと思います。あんま覚えてないんですけど、まあ覚えてることといったらやっぱりその空気、オールスターならではの空気というのはやっぱ打たれちゃいけないとか、そういうつまんないフォアボールとか出しちゃいけないなっていう変なそういうプレッシャーもあるんで、とりあえず本当フォアボールだけ気をつけたいなと思います。はい、聞いてみたいなっていうことは現時点では、いやそういうことはなるべく言わないで、はい、とりあえず僕の中でやりたいなと思ってるんで、はい。じゃあ何かを吸収して、まあ準備に戻って、まあ、ここそうですね、それで、はい、何か活かせればいいなと思います。わかりました。オールスターで MVP を狙おうとかっていう気持ち、いや特にないですね。はい、もう真剣勝負で、はい、それだけだと思います。まあ、バッティングに関しては大丈夫です。プロ野球選手に、選んでもらえたってことは、まあ、本当に嬉しいことだなと思います。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、選ばれた人しか、出れないっていう舞台なので、まあ怪我してましたけど、まあ、なんとか、間に合うだろうなと思って、まあオールスターっていうのは特別なという感じはします。まあペナントレースと違ってやっぱり、まあ勝負は勝負なんですけど、あんまり、そこにとらわれずに、まあ伸び伸びと目的できるっていうのがいいかなと思います。オールスターに、まあ、球場に運んでくれるファンの人っていうのはやっぱり、まあ、ホームランっていうのを見たいと思いますし、そういうのも、まあ、僕自身も求められると思うので、まあ、そこは、まあ、全打席狙うようにしたいと思います。出るんだったらやっぱり狙わないと、ダメだと思うので、まあ、そこは、まあ、狙っていきたいなと。7年連続8回目の出場、改めておめでとうございます。ありがとうございます。はい、まあ前は違う形で監督推薦、選手間そういうので選んでいただいたんですけど、今年はファン投票でファンの皆さんが投票していただいて、選んでもらえたので、また違う意味ですごく嬉しいなと思います。いや、まあそのまたファンの人と違って、その一緒のやってる、グラウンド上のね、そういうレベルで、選んでもらってるんでね、また違うので嬉しいなと思います。だからオールスターはいろんな選手と話せるから楽しみにしてるということをおっしゃってたんですが、まあ、誰とどんな話をしたいと思います。いや別に特にそういうのを改めて誰とかいうのなく、自然に会話するのが楽しみだなと思います。つまり MVP を狙うというのは、まあそれはね、取れたらいいなと思いますね。で、何かしら出る以上ね、賞をもらえるように、まあ、いいパフォーマンスをしたいなと思います。でもし、まあどういうとこですかね、自由な、ね、雰囲気でその野球をやれるんでね、また違うところが出るかもしれないし、まあ、まあいろんなところを見てもらえたらいいなと思いますけど。まあ、とりあえずライオンズのピッチャーの代表として行くので、本当恥ずかしくないようにちゃんと行ってよかったなって思ってもらえるような、そして楽しんでもらえるようなピッチングをして帰っていきたいなと思います。ライオンズファンの皆さん、オールスターにぜひ、足を運んでいただいて、まあ、オールスターなんで、まあ、西武ライオンズの選手だけじゃなく、パ・リーグの選手を応援して、まあ、楽しいゲームを見ていただきたいなと思います。
ファン投票で選んでいただきありがとうございました、ライオンズの代表としてオールスターに出してもらいます、何かしらいいプレーをしたいと思うのでぜひ、見てください。